はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ポケモン XD 闇の風ダークルギア続きをやっていきたいと思います。多分あともう一人くらい来そうな気がする。あ、来なかった。じゃあここであともう一人くらい来そうな気がする。あ、来なかった。いや、来るだろう。あ、やっぱりな。きえーお前は祈祷師か。立つされ立つされ。威嚇はちょっと、あ、威嚇きついな。やばいぞ、威嚇はちょっときついぞ。どうしよう、どっちを倒すべきか。バクオングかな。うわ、レベル高いな。相手も踏みつけ。うわ、うわ、ひるんだし嫌な音。まあいいや、マッパで落ちる。次で、次のマッパで落ちるが、キノコル交代したいな。威嚇も入ったし、なんだっけ、よしよし、40、嫌な音も食らったから交代しよう。ストライク、ストライクか。ストライクだから、何、うわー、二人とも変えよう。かわいいな、眠ったまんまさ、腕をさ、よいしょよいしょってさ。どうしよう、とりあえず電磁波要因と脅し石どうやって倒そうかな。ペタペタで倒そう。たまにはペタペタを使ってあげたい。あ、今起きてたぞ。あれ、今目開いてたよ。ということはもう一匹ぐらい持ってるのかな、ダークポケモン。うわぁ、やっぱ馬鹿にできないな。タイプ1突進、しかもペタペタは防御が低いから。ヘドバック1回で落ちてくんないかな。無理かな。脅し死って、でも脅し死の種族値がよくわかんない。何が強いんだろう、強いっていうか高いんだろう。あ、でも特性が強いですからね、脅し。威嚇ってやっぱり強いよ。うわ、効いた。やめてくれ、そんな。よし。ラッキーだと。あ、しかもラッキー。これは非常にまずい。どうしよっか。ヘドバック1回で死ぬのかな、ストライクは。ダメージ与えなきゃ話になんないからな。よしよし、耐える耐える。毒状態になる危険もないから、
で、まあ10万ボルト耐えると思うんですよ、ラッキーは。これでいいかな。特殊技だし耐えるだろう。全然耐えるとかそういう次元じゃなかった。さすがラッキー。ああ。よそ見をしていた隙に、え、マジか、乱数だったのかな。ちょっとなんか最近死にすぎだよ、ダークポケモン。大事にしよう、ちゃんと。よし、あと13個しかない。買いに行かなきゃ。え、でも戻るの嫌だな、なんか遠いな。な、どっかにお店とかないかな、途中で途中でお店がないかな。あるわけないか。フレンドリーショップの店員です、みたいな。一番道路みたいな。一人ポツンっていないかな。うわぁ、なんかいよいよって感じ。あ、誰かいる。ちょっと待って、回復したいんですけど。ちょっと待ってくれ、回復したいんですけど。久しぶりだな、お前。華麗なる経歴な、ワズル、そう、ワズル。ムッフォッフォ、また会いましたね。私の計画は完璧でした。問題は二つのラブリナとゴリガン、そして君です。君がフェナスでの私の、計画を台無しにしてくれたのです。さらにあの鼻っ柱の強い女のために私のみっともない姿がオーレ中で放映されてしまうとは。デスゴルド様にお許しをいただき、私が予定通りオーレ地位になるには君をここで倒すしかないのです。私の本当の力をたっぷりと見せてあげましょう。回復したかったのに。メタングとヌオウ変えるか。あ、眠ってるんだよ。そう、ちょっと待ってくれ。やばいな、サイコキネシスが飛んできそうな気がする。いや、しかしヌオウを突破する。もういいや、サイキネでも何でもいいよ。まあね、ちょっとくらいピンチになった方がね、面白いでしょう。全然効かんし。あれ、なんでそっち。あー、急所とか。うっ、のしかかりしてきた。あー、でも自信してくんのかな、ヌオウは。怖えな。マッハパンチで死なないと思うんですよね、多分。麻痺を治そう。何でも直すしかないな。よし、とりあえず問題なくメタングは突破。
あー、ハッサムいいね。いいよ。いらっしゃい、いらっしゃい。あー、やばいな、ヌオーが張り切ってるぞ、向こうの。向こうのヌオーが張り切ってる。冷凍ビームで落ちるかな。よし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 。まあ、アッサムといえど炎で弱点をついてしまえば、どうってことはありませんね。ソルロック。ソルロックは確か物理面が硬い。ソルロックか。あー、噛みつくで落ちそうなのだから、波乗りって耐えるか耐えるか耐えないかぐらいかな。え、このあ、そっか、この人前はあれか、ルナトーンだったよね。あー、ポワルン。波乗りでソルロック多分死なない。俺らはソルロックを信じる。ああ、これどうかな。波乗り圏内、またまたそれか。ダークウェザー耐えろよ、ソルロック。よしよしよし。スターミー、あ、え、スターミー、スターミーげな。え、てか石進化のポケモンも手に入るって言った、いいのかそれで。え、スターミーか。電磁波きてえな。スターミーって噛みつけて死ぬかな。噛みついてみよう。あー、どうかな。死んだら死んだでもう運が悪かったということで。スターミーは H が60で特防 D が85だったから。おっ、あれ、よし耐えた、よしよしよし、いいじゃないか。あ、混乱。とりあえず電磁波を巻きたい。大丈夫かな。うわ、やっぱ捕まえにくいな、スターミーって。スターミーとか野生で出てこないからな。出てくるのかな、ブラックホワイトとか。なんかブラックホワイトってあれですよね、なんか海竜とかが痩せて出てきたり。ああ。
野菜で出てきたりするんですよね、海竜とか。びっくりしますよね、会ったことないけど。うわあ、ああ、やべやべやべ、あモンスターボール10個しかねえ。これちょっと買い物したいんですけど、買いに行くか、これ終わったら。すっげえ面倒だけど。ボールじゃない、デンジャーだ。やばい、混乱はやばいぞ。これでだいぶ捕まえやすくなったと思います。あとは根気の勝負だ。ボールがあと8個しかないよ。おお、空気読んでくれた。さあ、あとは君だけです。おとなしく捕まってください。おお、話のわかる子でよかったな。やばい、もう戻りたい。お買い物したい。私の計画が、完璧な計画のはずが。この人ポーズ面白いんだよ。前もなんか変なポーズしてた。なんだそりゃ。ぐー、私の計画が、計画が。デスゴルト様ごめんなさーい。ちょっと待って、あーこっちから来たよな、ワズルは。回復マシーンてか買い物したいんだよね。とりあえず今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。